JDV37 シリーズには自動聞いてから応答機能が搭載されています。この機能を停止する方法を説明します。機能を停止すると迷惑電話を受けやすくなります。機能の特徴を理解の上、どうしても必要な場合のみ止めるようにしてください。自動聞いてから応答は、電話帳などに登録されていない番号から、着信があると自動で電話を取り、 ただいま、お名前確認モードになっています。呼び出しますので、恐れ入りますが、あなたのお名前をおっしゃってください。と、相手の名前を確認するメッセージが流れます。その後、相手の声を一方的に聞ける状態になります。約30秒後には自動で、呼び出しましたが、ただいま近くにおりません。 恐れ入りますが、後ほどおかけ直しください。と、メッセージを流し、自動で電話を切ります。この機能を停止する操作を説明します。メニュー決定をします。下三角ボタンで、聞いてから応答を選択します。メニュー決定をします。自動応答が表示されたことを確認し、 メニュー決定をします。下三角ボタンで応答しないを選択し、メニュー決定をします。以上で、自動聞いてから応答機能は停止できます。